こいつでぶん何銃が俺らじゃとやにこん何銃がじゃとやいそ総理いつでも出撃可能よこちらアンビ配置についた
よくやったわ。ネイルね、剥がれたら逆にこう。
これなんだ。よく来たな。今回は何を改造するんだ。もう行くのか。また来いよ。おいでやす。店内ルールも見といてね。Thank you.
キニー楽しんでくれはった？二人ともお待たせ。やあ猫また。え、バイちゃん、ちょっと待った。なんだ、フォローの仕事以外ないでしょ。ニコって確かに。ごめんよ。僕でもフォローに行くのなら、ジャトヤのフォ。それはなんていうか、前だからジャトヤが赤字を出してる今こそ。給料払えない社長を。それに。てっきりもうあ仲直りとかじゃない。それにどうバイト。その前に分かったぞ。ある企業が最近フォローでエーテル資源をな。複雑な依頼ではなさ。考えてみて。なるほど。でも僕たちが今のうちに。そうそう、さっき糸を長く。ま、考えてみ。それ、じゃあ私は依頼。私をよ。今度ジャトヤ銃がそう。準備完了。こちらアンビ、配置についた。マスター、案内フェアリー。あんたたちのピ、あれが今回の依頼の案内役？はじめまして、君が猫。作戦？うん、つまりそれはともかく。もう全員そ。猫股殿、冗談はよしてもらう。目の前のポンプがそのプロト。やあ、オーリーさん。おえぇ、耳が。オーリーちゃん、最初に言わなかったこっちも。わ、とにかく見ての通り。ああ、冷静さを欠いてしまってすまなかった。大船に乗ったつもりでこんなものの至近距離にいても。え、もう急に。こら、落ち着く。完全にパニック。そう、先にエーテリアスをやっつけよう。あんたは喧嘩だ。ちょっと私に任せて。
どこかに行って。猫又殿の言う感動してくれたのは嬉し前に紹介を見たときは確かに私はエーテリアスが苦手だ。それにエーテル資源の家業の依頼を無事そ正直に言うそじゃあほんにゃ私としたことがそうだな。猫又殿が気配り上手で大丈夫だぞ。そうだな。ねえバイト、急に小声になってどうしたの？あいつプロ騎士、もしかしたら仕事のこと。私の経験からすればあいつは間違うだ。一個気になると、その裏にはきっと何。とにかくあいつ、観測ルートの確認ができた。ついてきてくれ。オーリーちゃん、あんたの会社だけど。待ってくれ。あっちの方から音がしなかったか。音の出所に行って見てきてくれないか。マスター、イレギュラー。敵じゃなくてよかった。早くここを離れよう。こっちだ。そういえばオーリーちゃん、会社では何を。なんだあれは。何かが動いてるぞ。この先だ。見てきてくれないか。報酬全部。離れよう。こっちだ。施錠されたドアか。私に任せてくれ。しまった、カードキーを忘れた。あっちのスイッチで開けられない。あちらまで回り込んで確認してくれないか。開いたぞ。次はこちらだ。この辺りは安全なはずだ。うわあ！急に
頼む、やっつけてくれ。最後だけは私の前を歩いてくれないか。じゃあ後ろから私についてきて。観測ルートの終点だ。すごい数、なんでこんなに。ちっちゃいのばっかだけど、なんか変だ。うわあ、そこだ！でかいエーテリアスや！そんなに怖がること？報酬についてはホロを出た後に私から、というわけで仕事も終わったこと。もちろん私とプロ騎士。そうか、ではち道中バタバタしてたせいであいつの処猫股焦らない。例えば私が今こそ私の
ど、あれ？え、手錠？待った。その手錠から特殊なコードが検出されたと。なんだって？この…猫又殿、プロ騎士？私の手錠をどうして君が…オーリー、ちゃんと説明して。なんて…やるじゃん、オーリー。フォローでメソ…あんたの依頼を受ければ、もっともっと…それに手錠は拾いものだなんて。まあ、あんたみたいな…治安官になるには歯を食いしばって。なんで急に。いやいや、ごまかしても無駄だぞ。それは言えない。そうだな。あっちゃー、今日は仲間をさんざん倒した。どう、私はなんなんだ、魂が抜けちゃ。猫又、ちょっと待った。オーリー、男性、やぬ…え？まさか…よーし、出し…オーリー治安官？待ってくれ、猫又殿。実は、今日はとある事…分かってるから。それも…待った。実は、自己紹介…まったく…実は、私…エーテリアスに対する…そこへ最近、これがうまくいけば、たとえ私が以降の作戦に…これは。おお、今どこにいるんだ。私はその首な。これが事件解決の糸口になれば大手柄だぞ。褒められた。感情の落差が。引き続き作戦に参加するということは、またフォローに入る必要。それについては一人でゆっくり考え。待ってくれ、猫又殿。プロ騎士、君たちがインターネットにあるこの依頼の仕、そして何より、ここ君たちの力を借りることができれば。そうだな、私は涙を飲んで勲章に別れを告げ、君にゃ。てっきり責任問題。君たちの責任は問わないと約束。分かった、オーリー。でも一つ条件がある。もちろんだ。じゃあ決まり。よし、プロ騎士。いや、まさか。どうしたの。私が安心して。私前々から治安局のボーナスはと。それにオーリーのやつ、もしかしたら。とにかく今
修理してきたら。
あるものなら何でも作れるぞ。次はもっとホワジャオを入れるべきか。味わいたくなりますよ。またいらしてくださいね。おい、そう、銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。銃が2丁なら触りたい。ダメ。芳醇な曲調で何度でも味わいたくなりますよ。お待ちしております。こいつと俺らの私出動。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。こいつでぶん殴られ準備。そう、おい、何いいぞ。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。
触りたい。いっそば。よし、じゃ、いっそ、何、じゅ、いつでも出撃可能よ。わたんら。おい、銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。何か困りごとか？もう行くのか？また来いよ。まだうんな。
よう、黒騎士。何か困りごとか？で何かいざ降臨。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。うなた、2倍当たるんだぜ。いいぞ。よっしゃ、仕事だ。おい、いつでも装置装着はここだ。いいぞ。じゃあ、とや来い。準備完了。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。わったわった。受けてみなさい。
粛清する。おい、そうりと。銃が2丁なら、弾も2倍当たるんだぜ。こいつで総理と銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いいぞ
シュフン何の操作うーんヒレ手入れしないとThank you.
丈夫。どこかに行って。Three.
終わりだ。
とここに輝く。もう、ほんえエレンったら、あんな緊張感。深夜、メイド服の学生。しかもエレンが強いのは知ってるけど、こんな真夜中にナンパなんてしてくるやつは。その呼び止めたの。エレンが？この辺にカラオケあるから手伝ってほしくて。
ラオケ？エレン、ま、は？気は確か。絶対ありえない。じゃあさっきの2人ここのカラオケいつでも使える割引券、友達が最近よくここに来るからさ。だから今日依頼が終わ、あんたなんか驚いたかも。結構です。だっけ、わざわざもっかい言わないでいいから。まあせっかく来たことだ。今日は私が出しゃばらなかったら3枚は買えてたはず。割引券の話じゃないって。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いいぞ。捜索はここだよ。
いい声してなさい。さあこっからが本番だ。見てなさい。おっそうよっそう動くなよ。おっそうだ。うっ受けてみなさいよ。そこだパン。痛くないってば。ストールとの本気だ。私は屈伸粛清する。デフィニティ。ニコ、少し休んでて。いい子にしてなさい。さあこっからが本番だ。私は屈しない。今だ。行くわよ。備えて。アンビエゴさ、俺のターンだ。じゃあ銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いざ降臨。私を見くびるな。
よくやったわビリー、見せてあげる。あとは私に任せて。
約束とちげえぞ。俺っちの GI を返せや。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだ。いいぞ。何かよ。私は高くつくわよ。悩みなんて忘れてファットフィンガーで楽しむとええ。
begins.銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いいぞ。よっしゃ、仕事だ。本日はどんな風味の曲をお求めでしょうか。いいぞ、降臨。おい、あたしを見くびるな。
あるものなら何でも作れるぞ。次はもっとホワジャオを入れるべきか。いざ。こいつでぶん殴られてえのか。おい、あたしを見くびるな。私は高くジャトヤにかかれば万事解決。何かよ、私は高くつくわよ。
ぞ。いつでも今度は重労働か、鉄道か。いつでも出撃可能よ。準備。いざ降臨。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いつでも準備。おい触りたい。こいつじゃあトヤに。ああ、すみません。一緒に頑張りましょう。わたわた。Me!
たい。はあ、こいつでぶん殴られてえのか。
触りたい。こい。何と。おい。準備。いつでも。じゃとやにかかれば万事解決。わたわた。
ビリー、修理してきたら。進路変更のための停車台が間違った方向を向いています。制御盤の元へ向かい、転車台を操作してください。リサが見てなさい。スターライトパワーはっこっそりっいい子にしてなさい。スターライトの本気だ。開かれました。最終目標ポイントに向かいましょう。興味がありましたら挑戦を受けてみましょう。Thank you.
の向きをリセットしました。タピオカティーミルク。私タピオカが入ってるの。じゃあもう入ってみよう、エーテル。エレン、驚くこと？私2個持ってきたでしょ、ティーミルク。やったー。じゃあ店番はあんたのソファ。そっちのレビューはだって最初の10分でプロキシがウイルスに感染して寝ちゃったし、あと全部プロキシの。そうだけど、その別に全部夢の話。よっぽど身近でいい。このビデオ別に。ごめん、ここのとこ依頼をティーミルク飲んだら。お、実際全然。だってプロキシにホローをガイドしてもらって、あんたらと初めて手を組んだ時、私超リアルだったから。エレンたら、ビデオよりずっと。にかく
助けてくれ。彼は恐怖で理性を失ってしまった。一生懸命説明したんだが、なあそう怖が。なんだと、火を通してから食べ、近づくな。君こんなぐ、どうにか応用数学フォーラムでせっかく友達。私にどう聞き、君ほら、くそ、君の話を信じて歩み寄ったら最…落ち着いてくれ。僕は食べないのか。この人、まともに会話で…大丈夫だ。自分より数倍も大きいやつに出会ったら彼らのせいじゃん。でも見た目だけ。幸い白銀重工のみんなも、そこのご友人、人を待っていたんだが、場所を…中こっちだって。もうすぐ彼はな、身長が2メートルあって、僕を怒らせることはすなわち。ベンさん、そ、待った。確かに約束した友達には。ちょっと待った、身長2メートル、あれ、もしかして君は。そういう君は2時間。この人がベンさんの友達だったんだね。いやー、さっきまでめちゃくちゃ怖かったけど、僕にこんな友達がいると知ったら、あ、安心感。すっごく頼りがいのある感じだもん。そうか、こんな見た目にもポジティブなと。この見た目は本当に不便なんだが、それでも社長は、つまり見た目でも実力。ベンさんは新エリートでいい。銃が2丁、弾も2倍当たるんだぜ。いいぞ。いつ今度は出動。出撃可能。あなた、私に命令を。こ、銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いいぞ。こいつでぶん殴られてえのか。おい、私を見くびるな。いつでも出撃。何？こい、準備完了。いつでも出撃か。いざ降臨。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。